とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー初見攻略です。30回までとなってまして、今が16回クリアしたところですね。愛のメダルを取っていきます。どこ？やっべ！もうなんだ、近接の、火力がない近接がもう使い物にならないわ。いけ、やばい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 。ここのクリーパーの数やばいね。ここクリーパー出るよ。うん、これ愛のメダルないと結構厳しかったかもしんないね。 OK。 では次は、あ、次商人か。あ、やった。待って、防具はいいか。斧、変えていきます。おー、ようやく。ようやくなんかまともなエンチャントがつきましたね。いや、傭兵でエンチャントが良くないんだ。バーストだな。うん、おー、いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ。でも、ソウル系、持ってないんだよな。まあ、後で持っていってもいいのか。いや、途中の、雷の杖を持ってきてもよかったのか。まあ、いいか。この感じなら、爆発入れとけ。OK、いきます。いや、防具欲しいな。クールダウンが入った防具がものすごく欲しいです。でも出ないんだな。オッケーオッケー。いや、今回敵自体はね、別に全然大したことはないよ。オッケー、いい感じいい感じ。おわ、いやいや、意外とこの回は多いぞ。でも若干多いってだけでそう大したこともないか。 OK、 終わり。うん、序盤難しかっただけでなんか中盤から簡単になってる。すごい簡単になってる。いらんかな。パワーシェイカーももうあんまりいらんか。あ、いや、でもまあまあ2000あるならばまだ使えるね。うん。まあ最後までは使っていけないかな。次のボスの後に変えましょうか。オッケーオッケー。いいね。爆発が結構いい味出してるね。オッケー。おお、バーストクロスいいね。あ、ハンタークロスか。名前変わったんだ、そう。え、終わり ?20 回クリアです。矢がまだ400本あるんで、全然余裕だね。いや、虚無は俺ついてるわ。うん、だからなんか高ダメージのアーティファクトかなんか来たら、ちょっと面白いかもしれない。オッケーオッケーオッケー。爆発めっちゃいい。いけ。ちょっと待って、邪魔、ちょっと邪魔だよ。終わり。21回クリア。うん、敵の数がね少なめなんでやりやすいね。あー、これはもうこうでしょう、間違いない。じゃあ、お、いいよ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 。いや、今回は間違いなくこの弓がすごくいい。まあまあ、エンチャントが素晴らしいもんね。長弾とボーナスショット入っててすごく使いやすい。おお、後半結構
クリーパーが今回多いから、矢を多めに使っていった方がいいね。安全だ。あれ？終わり？え？え、どこいる？あ、上か。これ上だな、いるのは。はいはいはい。おしまーい。22回クリアです。そろそろボス？あ、ボスだ。いりません。いやー、欲しいな欲しいな。持っていくか。でもね、火力は減るんだよね。もうちょっと我慢しよう。うん、もうちょっと我慢。エンチャポイントも結構余ってるけども、まあいいでしょう。何匹だ？一体。はい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 。ああ、まあいいんじゃない。 OKOK。 これ早い、これは早い。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ちょっと待って待って待って。愛のメダルで仲間になったやつが道を塞いでて動けなかった。 HP が欲しいな。いやでもヌストじゃねえんだよな。かといってね、次の商人で防具を上げるのももったいないよね。 OK、 もうヌストしていこう。うん、もうしゃーなし、しゃーなし、しゃーなしです。んで、今回弓が結構使えるので、弓にしようか。OK、他のエンチャント別入れなくていいね。何がついた黄金。あ、毒の雲、いいね。しかも2。毒の雲2はいいよ。エンチャントなんか入れよう。こっちは OK、出来上がってるから。まあ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 。こんな感じかな。爆発、あ、いや、もったいねえ。なんか次、いいのが来た時が。もったいないわ。お、いいね。これ毒の雲がね、意外とね、タワーで役に立つんだよね。毒の雲いいんだよね、タワーで。めちゃくちゃ使える。オッケー。いや、すごくいいよ。オッケー。前回みたいにめんどくさいラビジャーとかがいないので余裕だね。うんうん、ただただ森のやつを撃っとけば大体倒せるっていう。いや、いい感じだわ。うん、今回もうほんとこのね、魂のハンタークロスボウあれば大体いけるよ。いける。あーん、変えたいな。いや、いいか。もうちょっと我慢するか。なんか、我慢してばっかりだな。いい。うん。このままいけ。なんかね、好みのやつが来ないんだよな。よっしゃ、OK。ネクロマンサー来るか？いや、おっ、危ねえ。もう勝てなくなってる。あ、タワーレイズがいる。ちょっと待って、一応回復しとこう。怖い。お、え、終わりじゃないな。 まだいるな。タワーレイズか。待て、やべ。おーい、待って待って待って、クリーパー多いよ。よし、 OK。 もういないっしょ。もうクリーパーにさすがにあんだけ出ればね。危なかった、ちょっとやられそうだったわ。お、あー、でもエンチャント良くないね。
メイス変えようか。うん、いや、まだいい、まだいい、まだいい。うん、もうちょっと粘ろう。まだ全然これでいけるからね。あぶね、危ないって。やばい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 、ラグったら終わる。よし、いいんじゃない。待て待て待て、こっちこっちに走ってきて、走ってきながら爆発するんじゃないよ。危ないな。よし、おしまいです。今回本当にクリーパーが多い。今回のタワーとにかくクリーパーだらけだね。お、まあいいか、森の矢筒だな。今回はもう弓がもうメインウェポンなんで、もうこれを上げていくしかないっすよ。いいね、いけるね。よし、ナイスです。いけ、いや、すごくいい、すごくいい。いいね、毒の雲がすっごい使えてる。いやー、これはすごいわ。うん、これはずるいぐらいだわ。よし、愛のメダルいこう。いけ、よし、あとそこで終わり。28回クリア。武器欲しい、武器。いや、武器がないな。エメラルド装備、あ、いやいやいや、よく、そうね、ポーションバリアあるし、こっちするか。うん、ヌストにするメリットがあんまなかったね。と、これと、いや、いいや。で、29階が、この、敵がね、多めのここで来ましたか。いけ。どうせまたここも敵多いんでしょ？そうでもない？いつもこう結構敵が多めなんだけども、そうでもなさそうね。よし、オッケー。いや、ちらほら出てくるな。ちょっとずつちょっとずつ出てくる。あ、でもほんとこれもう、弓ゲーだよ今回は。これだけで勝てる。終わり？はい、29回クリア。うん、この弓さえあればなんとかなる。あー、コブ欲しいな欲しいな、この火力欲しいな。コブにしよう。うん、そうね、追い打ち入ってるし、追い打ちとパワー入れていきましょうか。うん、で一応、うん、意味あるかどうかは分かんないけど、激光も入れときましょう。え、これコブの最初の5発で終わるんじゃない？ボス誰？1体2体2体かい。うわ、最悪最悪だわちょっと待って、もう、あ、待って、これ完全にミスった、完全にミスりましたこれはこれコグがダメだったわ。よし、 OK、 そっちか。もうちょっと待って
これ完全にミスった。上からね、倒すのは上からです。倒す順番絶対必要だわ。はい、オッケー。もう倒す順番さえ分かってりゃもう終わりだよ。はい最後はちょっとねミスってしまいましたけども、まあまあクリアですね。今回はクリーパーが多めで、序盤が結構まあちょっとかな難しいところがありますので、気をつけるべきところがあるか。まあ後半はそうでもないですね。うん、ボスは倒す順番さえなんとかなれば、まあどんな装備でもいけるのではないでしょうか。報酬見てみます。よくねえなよくねえな。あー、まあまあ使えるよ。重力だったら使える。トリック、おー、虚無か。まあいらないけど、シュルカーは、あー、どうせ雷フォーカスでしょ多分。無謀とかほらね無謀2かいらない。まあベノムウェーブ取っていきましょう。はい、ということで、今回は初見攻略でした。次はね、完全攻略出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。